ございます。本日ですね、11月の6日土曜日ですね、今時刻が昼過ぎなんですけども、で今日はですね、ウィーク11ですね、抽選通ったんで一応来たんですけれども、名古屋が一応250人ですかね、全部で。で、まあ、今のこの時間帯ということなので、まあ、かなり欠番ですね、はい、微妙な感じなんですけども、まあ、ちょっと行かないとですね、赤バンされちゃうんで、来た形ですね。まあ、オンライン見るとですね、ちょっと自分が欲しいなっていうものが普通に買えるレベルだったんで、多分おそらく店舗にも残ってるのかなとは思うんですけども、はい、まあ、ちょっと果たしてどんな感じか、まあ、いろんなツイッターとか見るとパフィージャケットはもう全然数が少ないみたいですね。でも速乾してて、だいたい人気のやつはもうほぼないみたいな感じだったんで、まあ、残り物を漁りに行く感じですね。はい、ではちょっとですね、まだちょっとしばらく時間あるんで、待ちたいと思います。並んでますね。はい、まだ僕はちょっとまだ時間があるんで、これからちょっと待ちたいと思います。はい、今ですね、ちょっとまだ1時間ぐらいあるので待ってるんですけども、まあ、未だにですね、ちょっとオンライン見ても自分が買おうかなと思ったのが残ってるんで、わあ今日ちょっと最悪だなと思ってですねまあ番号もちょっとケツの方だし、もうかなりきついなっていう形ですね。まあ、これがちょっときついですよね。行かないと赤番になりますし、まあ、今回初めてケツ番になる方の気持ちも分かりましたね。はい。まあ、他の YouTuber でメッチさんですとかテラテラさんが、当選してるんで、まあ、今日多分おそらく動画上がるかなと思うんで、そちらもちょっと楽しみにしつつですね、まあ、あとなんとかちょっとゲットできればいいかなと思うんですけど、果たしてどうなのかな。いやー、なんかだんだんやっぱり結構意外に結構人気なのかなと思ったら、まあ、やっぱりだんだんやっぱ人気も下がってきてるのかなっていう感じはしますね。まあ、スニーカーとかもあんまり最近、昔ほど本当にプレネにならないですし、まあ、そろそろブームも終わってきてる感じですかね。はい、まあまあ、まあ、今回はまあいいですけど、まあ、また今後ダンクだとか、ボックスロゴとか出てくるんで、まあ、その時に、ね、いい番号になればいいんですけども、また取るかどうかも分かんないですけども、はい、まあ、ちょっとまあ今後に期待しつつ頑張りたいと思います。ではですね、ちょっと待ちたいと思います。はい、今ですね、自宅に帰ってきまして、なんとか、行ってきました。はい。で、結構ですね、かなり、自分の番号ケツの方でですね、全部で250人で、名古屋が、そのうちのもう後ろから数えた方が早いぐらいの番号でした。はい。びっくりしましたね。当選のメールが来た時、来て次の日ですかね、番号が、振り分けられるんですけども、その見た瞬間、と思ってですね、ああ、この番号かと思って、まあ、番号が来たのはいいんですけど、全体の何人のうちの何番なのかっていうのがちょっと重要で、見たらですね、全部で250かと思ってですね、えらい少ないなと思って、やっぱ最近ちょっと数が少ないのかなと思ってですね、で、まあ、欠番で、まあ、行かないと赤番になるんで、一応行ってきた形ですね。はい。で、一応ですね、一応店舗に行きましたら、一応、まあ、買ったことは買いました、今回。はい、一応、これちっちゃいやつですけど。はい、ここに買いました。はい。で、一応ですね、店舗に入りましたら、まあ、当然、ジャケット類が全然なかったですし、バッグも見てないですね。バッグもなかったですし、あと、ビーニーとかもなかったですね。ビーニーもなかったし、あとあれ、なんですか、キーホルダーがなかったっていう。キーホルダー買おうと思ったんですけど、一個もなかったですね。まあ、しまったなと思って、オンライン見た時に全然キーホルダーも余裕で買えるぐらいだったんで、あ、どうしようかな、買おうかなと思ったんですけど、まあ、店舗にもあるでしょうと思って、そのままスルーしたらいつの間にか完売になってて、で、店舗に入ったらないということで、ちょっとキーホルダー買えんかったですね。ちょっと欲しかったんですけども、はい。いやー、なんか重いのか、なんかいろんな、SNS なんか見るとですね、かなりなんか数が少なかったとかですね、いろいろ書いてあってですね、いや、今回きつかったんですかね。はい。一応今回自分が買ったのはですね、1点しか買えなくてですね、今回買ったのが、T シャツですね。こちらの T シャツになります。バグティーっていうんですかね。はい。白買おうかなと思ったんですけども、黒の方が、まあ、長持ちするかなと思って黒にしちゃいましたね、結局。はい。で、裏がこんな感じですね。はい。あとなんかちょっと生地
質感がなんかちょっといつもと違うのかな、まあ、一緒かな、なんかちょっと違うような感じがしますね、触った感じ、気のせいかな。他のなんか海外の YouTuber が、T シャツ、これともう一種類のやつをなんかレビューしたの見たんですけども、なその方もなんかちょっと今回質感が違うって言ったから、どうなんだろうなと思ったんで、やっぱなんかちょっといつもと違うような気がする。気のせいかわかんないですけど。100% コットンって書いてありますね。はい。まあ、そうなのかな。その辺が何とも言えないですね。はい。で、T シャツだけですね。はい。あとシャツ類とかもですね、シャツはありましたからね、残ってましたからね、店舗に。でシャツもいいなと思ったんですけども、結構シャツいっぱいあるんで、まあ、いっかと思ってですね。はい。ってな感じで、まあ、今回はこの1点だけですね。はい。では、ちょっと簡単にですね、試着してみたいと思います。はい。ではですね、試着するとこんな感じになります。で私が、身長173センチ、体重が72キロで、サイズが L になります。L でこんな感じですね。ちょうどよかったですね。まあ、やっぱ今季はもう、ほとんど僕の体型だと L かなって思いますかね。多分 M だとですね、多分もうちょっと身幅がちっちゃくなっちゃうんですよ。はい。こんな感じになります。まあ、シンプルですね。この、プリントが。もう一個のやつも良かったかなと思ったんですけども、まあこっちのがパッと見シュプリームってわかんないんで、こっちにしましたかね。はい。はい。で、こちらで以上となります。はい。で、いかがでしょうか。まあなかなかですね、まあ今回こちらの T シャツに関しましてはですね、まあかなりシンプルなデザインでいいんじゃないかなと思いましたかね。で、あと一応やっぱ生地がですね、やっぱちょっといつものやつと違うような気がしますね。なんかもう光沢感が出てて、これ前買った、このリックルービンなんだっけ、この T シャツ見たらですね、やっぱ生地がなんかちょっと違いますね。今回のはなんか高級っぽいような感じがしますね。ちょっとこれ一回、もう2、3回洗ってるんで、まあ、なんとも言えないんですけども、これも洗ったら変わっちゃうのかもしれないですけど、なんかツルツル感がありますね。なんかいつもよりちょっと高い感じがします。はい。なんでちょっと白もですね、気になるかなとちょっと思いましたかね。まあ白の方がちょっとヨレヨレになるのが早いかなと思って黒にしたんですけども、まあまだオンラインとかに全然在庫、今の段階だと残ってたんで、まあ気になる方があればですね、一応サイズとかもですね、まあこんな感じ、先ほどの試着見てもらってですね、まあイメージしていただければいいかなと思いますかね。はい。まあそれで検討材料にしていただければ。はい。ではこちらで以上となります。まああとですね、一応なんか明日ですかね、エアホースがなんかリストック、あるのかな、なんかそういうリークが出ててですね、新しいカラーが出るっぽいんですけれども、まあ当日が事前抽選かなと思ったら何人も未だにね来ないんで、当日抽選なのかなと思ってですね、いやめっちゃそんなんだったらめちゃめちゃ人来そうですよね。うわ、ちょっと微妙かなと思ってですね、どうしようかなと思ってちょっと迷ってるんですけども、はい。まあまたその辺はちょっとまた考えて、また明日仕事だしな、きついな。どうしようかなっていう感じではあるんですけども、まあ、多分おそらく狙われる方かなり多いなと思ってですね。で、しかも、ずーっと出るって言って、やっと明日出るんで、かなり、まあ、転売屋の方とかもいっぱい来そうで、厳しそうな戦いになりそうですね。まあ、ほんと運かなっていう気はしますね。はい。あと、オンライン、いろんな SNS 見ると、なんかオンラインだとめちゃくちゃもう速攻でなくなったっていうような、そういう、ツイートとかもあったりしたんで、まあ、オンラインも多分きついですよね。多分、おそらくボット使ってる人が大量にもう買い占めちゃうような感じになるのかなっていう気はしますんで、はい。なんかちょっと、細工でもしてくれればですね、買うチャンスはあるかもしれないですけども、はい。まあ、一応明日ですね、エアホースを狙う方に関しましてはですね、また、頑張りましょう。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。